こんにちは。出会い場就活チャンネルの清水です。今日もですね、三人の方に E.S. を書いていただいて、この E.S. がですね。 本当に通過できますかのチェックをさせていただきますこの ES 通るの通らないの皆さんもこの ES を見て自分はどう思うのかっていうのを一緒に判定してみましょうそして自分の ES どこがまずいのかって考えることもしていただければと思いますいよいよですね ES をどん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 書かなきゃいけない時期が来ました他人の買い得た ES が参考になりますまあ合格したイエスよりも今年の人が書いたイエスを見ることが重要毎日で私だったらどう思うのか、まあ、プロフェッショナルが見るとどう感じるのかってことをですね見てもらうことがとても重要なんです さあ進めていきましょうそして我々はこちらにあるようにグループディスカッションのイベントをしていますいろんな企業でですね大手企業ほどグループディスカッションは先行で使われてます大体50%の以上がですねグルーディスの先行を経験すると言われてますグルディスも,も練習しないと合格できません我々はオンラインオフラインでグループディスカッションをして企業の評価も分かるそして高評価だと企業からスカウトがいっぱい来る面白い企業に出会えることもできるこのイベントに出ればあなたたちはグループディスカッション突破間違いなしさあ 本題我々はこのようにですねテーマは気象的なのかよくあるのかその中でも取り組みが伝わってるのかよくある取り組みなのか独自性があるのか、まあ、この中で今日の3人はどこに位置するかさあこんな形で見てみましょうまず1人目村田さんカンカン同率の方ですねこんな内容です。おお何中中学生のののののサッカーークラブ監督として、うん、62人の選手の中のチームの頂点立っ,たすごくないっていう内容ねじゃあまずみんな読んでみてね。 この内容止めてて読んでみて、うん、この内容どう思いますかじゃあ私の好評こんな素晴らしい成果って1年のうち何人も見たりしないから圧倒的な成果と言えるでしょう次書き方もですねとても分かりやすい細かな点で修正した方がいい部分を、まあ、私もこれだったらこう書いてみたらっていうのはあるけど、まあ、特にこのままでも僕は問題ないというふうに思いました、まあ、素晴らしい作品ですね。 さあ改善点、まあ、文章量がまあ,あっていろんなことを書いてるからちょっと書き加えられないかもしれないけど、まあ、あなたはなんで監督任されたのっていうね理由が挿入されるといいなと思って、まあ、これは面接で聞かれると思っていて頂ければいいんですけど文章に余力があったらななぜあたたは監督をできたのって入れればいいねそして文章力の問題もありますけど状況原因。 目標施策と書いた方が本当はいいんですね。これ原因がないんですね。なんで低迷してたのってことがね。まあ、原因を入れればさらに良くなるけど。まあ、文章量の問題もありますから。まあ、どこを形で。 をして入れれるんなら原因もあった方が本当はいいんだね最初の状況の低迷を具体的に書いた方がいいんですそして仮説ではモチベーションと戦術になってるんだけど原因が一人一人の選手の能力が高いっていうことだったら戦術とモチベーションの問題だけど個々の能力が足らない場合はトレーニングが重視だからこの実際にあなたたちのチームの課題っていうのがあった方がこの内容がハイライトされるから僕は挿入すべきだなと思いました。さあこの内容まあ通過できるでしょ ただし面接においては私が指摘したような課題創作の論理的な部分をきちんとしといた方がいいでしょうね。論理性などの頭脳性の仕事をもしあなたが目指しているんであればそこがポイントになります。まあそれ以外の企業、ザ・日本の企業はこの内容で僕は大丈夫だと思います。まあ自信を持っていただいていいです。まあ私が指摘したところも少し修正できるんだったら修正してあげればいい。まあそういうような内容ですね。はい、二人目。佐藤さん、旧帝大。オンライン家庭教師のアルバイトで まあ家で全く勉強できなかった生徒を指導して学習習慣が作れたという内容なんです、はい、皆さんも読んでみてくださいこんな内容ですねさあどのように考えましょうまず公表内容としてはなるほどねと一旦はあこういうことに対してこうしたのってこと一貫性はあるで工夫点も理解できるっていう内容ですねしかし論理的にはちょっ と弱いい箇所があるんじゃななのって少しし気になりました例えば家で全く勉強しなかったって言ってるじゃないですかじゃあ家で全く勉強しなかったんだけど次の行には学習が続かない原因はって家で勉強しないことと学習が長く続かないっていことは具体的には異なる事象ですよね。家でで勉強できないのはこれとこれれとね学習長くかつかないと理由が違うこれを同じような事象に入れちゃいけませんねそして初見が多い初めての問題はダメだから類題を解かすってことにフォーカスしてるよね。 でそれ以降は違うこと書いてるよねだって初見が多いから類題にフォーカスしてるでそれ以降のステップは学生が家で自発的になるためのステップそうするとね あなたもともと家で全くできなくってそれを自宅で要するに勉強させるステップを作るんだったらそれを論理的にこうでこうでこうでこの手順でやったって書かないと論理的に一貫性が少し崩れてるってことがあるんですねこれはよくあるテーマなんです塾の場合には、まあ、それであなたの大学だと論理的にしっかりした考え方でやったっていうところをやっぱ見せる必要が僕はあるかなって感じましたね。それが好評改善点ででお話したたたようにすすね論理的一貫性はやっっぱ作らななないと思いいいとととけ思ますあのの大学だったらここのところ外ってる とちょっっとなって思われます。家で勉強する習慣がないのはなぜなんですかこういう原因になんだからこの原因に対してこういうやり方をしたから家で勉強するようになっただって家で勉強する習慣がないんだったら家で勉強するようになったっていうのが答えなんだよ。ありますで家を勉強するために必要だったものは何だってここの一貫性で書かないといけない。 その原因に基づいた解決ステップを考えていけませんよ例えば類代を解かせて自信順をつけさせ少しずつ発明を混ぜて苦手意識を克服してヒントで考えさせて発明を増やしていって発明で解ける実感と自信をつけさせてどんな問題も解ける自信がつくどんどん面白くって自分で解けるようになったみたいなね。 こういういステップを作って僕は僕だったら例えばこう考えましたからねこういうステップを作っていって論理的に解決するって形の一貫性がないと僕はいけないと思いました、まあ、大学を見ていきますからね通過できると思うんですね一旦あなたの大学だったら会おうかなってなるんだけどこれザ・日本の企業だったら僕はまあこれで一回会おうでいいと思うんですけどコンサルみたいな頭脳型の会社だとここは論理的に一貫性がないなって僕は捉えられると思いますね。そのの場合の難関企業はこれだと一発で落とすとすす思います まあそういう意味で言うと、論理的を意識した ES に僕がしてきた点を見て直すべきだと思いました。さあ、3人目。えー、清香さん、京都大学。こんな内容です。ああ、課題解決に向けての、なんか論文の執筆コンクールに投稿したという内容で書かれています。皆さんも読んでみてください。はい、こんな内容ね。さあ、私の好評。えー、っとですね、まず一番注意してほしいの、ね、は、難しい日本語使いすぎ。もっと分かりやすい日本語で書きなさい。あのね。 頭ののいいいいい人はは難しし言葉で書いたりはしないのアメリカ大統領のね演説だってすごく分かりやすい英語を使ってるんですよ。だからもっと分かりやすく書いてほしい。例えば、論理的文章を書く力に問題意識を持った。こういう書き方は普通しないんですよ。これだって論理的文章を書く力に問題意識を持ったじゃなくてこれは論理的に書くことが弱いってことなんだよ。私は文章を書くときに論理性が弱い。わかるよね誰でも。そう書くの。こういう難しい言葉を書いてはいけません。 それと論理的なこの文章の構造が僕はちょっと弱いちょっと破綻してるんじゃないかなって感じましたねだってどういうことかっていうとね論理的な文章を書くための政策ですよだって論理性が自分は弱いから論理的にどうやって文章が書けるようになったかっていうのがゴールだとするとね遂行時間を長く取ったら論理的になんの教授的に指導してもらったら論理的になんのならないよね いいですか自分の論理性の弱いとこにはこういう課題があるからそれをやるためにこういう工夫改善をしたそれによって自分だけだとまだ論理的に欠落があるかもしれないから教授にも確認したって言うんだら分かるんだよ。 だからまず自分が論理的な文章をを書くたために何をしたかっていうことが全く欠落しているこれだとちょっとそのこのエピソードあなた何を立証するそれとこのエピソードってあなた何を立証するためにこれ使ったんでしょうかねっていうか僕は疑問に思いましたさあ改善点この「コンクールに挑戦」というエピソードってこれ何のためにこれを使ったんのうかねっていうのが僕はよく分からなかったんですもしね課題解決を示すなら最初にコンクールに投稿したら落選しました理由はこうなんだと。 こういうところはどうも私は。 ね、落ちた理由ななんじゃないかと論理的でない、ね、そ論理的じゃなかったとするとそれどうなのとでその課題に対してねどのような努力をしなきゃいけないのか論理性をつけるために自分自身でねやった自己学習とかこれが重要なんだよだって論理的になるために教授に聞いただけになったりしないんだからで具体的にこうやって論理的になった自分が本当に論理的がついたかどうかを先生とか先輩に確認したこれが普通のプロセスですよね。ねコンクールにに出ししたたたたたら落落落選そそれは論理的のののの欠落だっっっ何めちかてて言ってその 課題に対して、こういう改善の努力をした、ね、そのことの中のプロセスをこう書かないとね、一貫性が全く欠落しています。 僕はですね内容がで論理的からするとちょっと論理的に薄いからちょっとその部分って破綻してんじゃないのとだってその論理的に文章を書くのに教授にと遂行時間を長くしたってそれってちょっと違わないって思われてしまいます大学を見てますけどうん僕はですね、まあ、企業によってはちょっとこれ言ってる意味分からんな難しい日本語を使いすぎってことで僕は落とされるケースもあると思いますこのままだとですねコンサルとか論理性を求める企業ではですね、まあ、僕は通らないと思うんですけどたとえ通ったとしてもこの面接だと僕は落ちる と思いますね。まあ、そういう意味でいうと書き直すべきです。もう1回これ1から見直すべきだと思います。さあ、今日の3人の方はい。村田さんのやつはですね。非常に希少性のあるテーマで独自性のある取り組み。ちょっと直せばものすごく良く。なる このエリアにありますそして佐藤さんの、まあ、よくあるテーマでよくある取り組みだけどもうちょっと一貫性を持たせて書けばいい形の独自性のある形になりますそこの工夫してね清岡さんのはですねこれちょっとよくあるテーマなんだけどそれに取り組みが全く伝わってこないこの部分は完全に書き直す必要があるという風に僕は感じました。この動画が役に立った場合には ぜひ高評価そして皆さんもこれに従ってやってください我々はですね皆さんにプロフィールを書いてもらったらプロフィールをスカウトそして出会いの場というグループディスカッションが飛躍的に上達するイベントをやってますぜひご参加いただければと思います